まあ、フェーダー上げていきながら、左上で、左で何やってるんですか。あ、これは、エフェクターですね。トラクターには、あのプロになってから、1と2っていうふうにエフェクターが分かれてるんで、はいはい、左側がエフェクト1、右側がエフェクト2で、はい、今まで VCI100 は、エフェクトのノブが切り替えで、はい、右側にしかワンケートなかったんですけど、ね、はい、これをAB チャンネル同時に使えるように、使えるように両脇に持ってきました。はい、これは今 B のデッキがループ状態になっているので、そういうのも全部コントロールがここで、そうですね、このコントローラーの中で全部できる。基本的に AB に、はい、ループのボタンが設定してありまして、はい、先ほどの写真で出てましたループコントロールというところでも、はい、チャンネルを切り替えてくれれば、はい、こちらでループのオンオフができるようになります。はい、そうですね、便利だよね、よく考えたよね。やっぱり VCI100 そのものもすごく完成度高かったんですけど、はい、あれをこうずっと使ってまして、やっぱりこうもう少しの前になっても手元で全部いつも同じ場所だけじゃなくて、はい、ある場所でそれぞれのことができるといいなっていうのがそうありまして、でこれやっぱトラクターのいいところっていうのは、一回シンクさせると、はい、ずっとシンクしっぱなしで、そうですね、まあ、今まで DJ として面倒だったのピッチ合わせとかそういうことにこう気を取られなくて済むっていうことで、はい、次のステップの表現ができるっていうことが、とにかくトラクターのすごく優秀なところだと思います。そうですね、そこに関してはプロになってから特に便利になったので、うん、シンクに関してはトラクターはプロバージョン使っていただけると、うん、よりスムーズさが分かると思います。じゃあちょっとまたいろいろやってみてください。ショートカットで、はい、画面がタッパが変わりましたけど、で、プレイリストとかトラックをそれぞれ自分でこう、はい、分けたものを一気に見れるショートカットに、ここシフトボタンを盛り込んだことで、はい、ボタンの数が少ないんですけど、はい、ここでそれぞれのボタンがまた違う機能をするので、これは自分が好きなように割り当てられるので考えたんですか。はい、これも別にそれぞれユーザーが自由に切り替えられるんです、ね、はい、でそこのジョグスティックみたいなので、そうですね、どこを選べるか、今までは VCI100 の場合は左上にあったんですけど、それをやっぱりセンターに持ってすぐにアクセスできるようなと思っています。で基本的にこの、はい、トラクタープロになってから、はい、TR-1 を全て合わせてるところを、はい、一つとして FX の 1,2 というボタンがありまして、はい、そちらをこうそれぞれのチャンネルでセレクトするので、どちらのエフェクトがかかるかっていう、はい、スクリーティングが瞬時に切り替えられるので、はい、これを全て1,2 を持っていれば、うん、こちらのエフェクトもやりたいと、ハーモニーが、見つからないような、はいはい、
割とミニマル系のドラッグでしたら、こういうことを基本なしでなくちゃできません。プロになってからフィルターのノブが、ね、はい、用意されてるんで、こちらも専用にフィルターのノブが、はい、AB チャンネル、うん、便利だね。で、この上部のこのチャンネル切り替えを、例えば D の方を D にしたら言うと、はい、今度下の方の D の出来が入る、はい、で、先ほどテレビを押してあげて、はい、で、ほぼ手に入れてもらえると、で、ピッと押して、で、ここにあのグリッドとかバック、フォワード、はいはい、Q バック、Q フォワードとかがあるんですけど、はい、大体こうトラクター使ってる人の場合、それぞれのトラクターに自分の好きなところに Q を持って打てるよ、ね、そうだね、それをこう、一つだに、変えてあげることができるのと同時に、はい、例えばそこに対してグリッドを打っていくとか、Q、うん、を打っていくとかっていうのも、はい、こちらで全部シフトボタンを押すか、うん、シフトボタンを押さずにセットするかっていうことを選んであげることもできるんで、仕事で仕込むのも楽だし、ね、現場でリアルタイムでやるのも楽っていうですね、うん、今まで割とこっちのキーボードの方にもショートカットをしといたことで、叶うことってできたんですけど、うん、それをもう少し、見た目シンプルなんですが、うん、いろんな機能を盛り込むということで、こうドルダイヤルをまず使わない人に関して言えば、うん、TR-1 はすごく使いやすいと思います。そうですね、そこはプレイスタイルによって、例えば、うん、ビートがものすごく揺れてるようなもう少しアナログ的なトラックを、そうそうそう、僕のトラクターで回すような DJ の方っていうのは、うん、やっぱりまだこの VCR100 のリーズっていうのが当然あると思うんですよ、うん、そう、ということでね、この TR-1 とそういうジョブを合体させたモデルっていうのも実は今考えてますので、でもちょっとこう期待してると思うんですけども、で、はい。